ということで3バンドをお聴きいただきましたが、ここからはパーソナリティ変わりまして7でお届けいたします。これまでノリノリのバンドから落ち着いたバンドまで様々なジャンルの演奏をお送りしました。この後も個性豊かなバンドが出演しますので、ハモラジオぜひ最後までお聴きください。次はコルマール、モクシーの2バンドに登場していただきます。コルマールはジブリの楽曲のアレンジを、モクシーはマンハッタントランスファーというプロのグループの楽曲を歌っているバンドです。ジブリの独特の世界観とマンハッタントランスファーならではのジャズをお楽しみください。それでは登場してもらいましょう。コルマールです。
これまるさんはジブリの曲をアレンジするバンドさんということなんですけれども、何かバンドとして大切にされているコンセプトなどはございますか？はい、そうですね、私たちこれまるはジブリの曲の中でも、映画の情景が目の前に浮かぶような曲であったり、ジブリ特有の強いメッセージ性を持つ曲を心を込めてお届けすることで、お客様にジブリの世界観に浸っていただきたいという思いのこと活動しております。はい、では衣装の方もそのような世界観に合わせるために、白を基調としたシンプルな感じにまとめてらっしゃるんですね。そうですね、とにかく世界観というものを、大切にしたいということで、このように、素朴な白い衣装で、裸足で歌わせていただいております。はい、はい、というわけで、そんな世界観を大切にされているコルマールさんなんですけれども、今回リスナーの皆さんに好きなジブリ映画をお聞きしました。先ほどのラピュタだったり、もののけ姫など、定番の映画はもちろんなんですけれども、意外にも票数を集めたのが、風立ちぬということでした。はい、次はアルさんにお伺いしたいんですけれども、コルマールさんの2曲目、実はこの風立ちぬの主題歌というふうに伺ったんですが、いかがでしょうか？はい、そうですね、続いてお送りする曲は映画風立ちぬの主題歌である飛行機雲という曲なんですけれども、はい、その風立ちぬという映画はすごい空がテーマに書かれた作られた映画でして、空に強い憧れを持つ主人公が夢を叶えるために仕事に没頭している中、最愛の女性が先に天国に空へ旅立ってしまって辛い思いをするも、頑張って夢を叶えるという映画になってまして、曲も主題歌も名前から分かる通り、すごい空をテーマに書かれた曲となっております。そうですね、その曲に、作詞作曲者である松任谷由実さんの強い思いが込められているというふうに伺ったんですけれども、その背景について少しお聞きしてもよろしいですか？はい、曲には松任谷由実さんの実際体験した経験が元に書かれた曲でして、中学生の頃に実際に友達が自殺をしてしまって、その彼が飛んでいった空や彼が眺めていた空に思いを馳せて綴った曲となっております。そのご友人への気持ちが込められたとても切ない曲ということですね。はい、では皆さんも青い空やそこに浮かぶ飛行機雲を思い浮かべながら、ストレートな歌詞に乗せた演奏をお楽しみください。それではお聴きください、飛行機雲。今は
あまりにも